新国立劇場会場20周年記念公演トロイ戦争は起こらないの制作発表を始めさせていただきます本日は皆さんお忙しい中またお暑い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます2017 18年シーズンが秋からスタートいたします えー、そのオープニング作品としてそしてまた、えー、このシーズンは新国立劇場開場20周年になりますその記念公演の幕開けとして、えー、ジャンジロードを作、えー「トロイ戦争は起こらない」を上演することになりました、えー、節目の記念すべき年に大変ふさわしい、えー、素晴らしい作品を上演することができ大変我々も嬉しく思っております 簡単にちょっと作品のことについてだけお話しさせていただきます。えー、これはあのおなじみのギリシャの刺激、あのギリシャ史の中にありますトロイ戦争をもとにして書かれたホメロスの女子誌がありまして、そのイリアスというのがありますが、それをもとにジャンジロド、フランスの劇作家が1935年に発表した作品です。あのーまあ トロイの木場とかはね、ちょっとお聞きになったことありますけど、例のあのトロ,トロイの木場が出てきた戦争に至るまでの、えー、あの戦争に入る直前のドラマを戯曲にした作品です。このあの、我々は実際それを歴史上起こってしまったということをまあ知ってるわけですけれども、その戦争に足を踏み入れてしまった、 直前の、まあ、戦争の、まあ、仕,組み仕組みであるとかメカニズムについて、えー、この逆説的な コーラナイという逆説的なタイトルをつけてあるところにジロドの非常にあの鋭い視点が生きている作品だと思っています。ジロドはあの後にフランスの劇作家であると同時にフランスのえっと外交官にもなっているんですね。なのであのすでに外務省に勤めながら劇作をずっと続けていた作家でして、この作品にもえ第二次大戦に入っていく直前の。 世界の情勢に対する作家の鋭い視線が生きていると思います。ジロド自身も実際に第一次世界大戦その前の戦争ですねには自分も出征してるんですね。で二度ほど怪我もしてます。で実際にその戦争の悲惨さというのを身をもって体験した挙句外交官になったジロドはやはりこの戦争と平和に対して大変深い考え方を持っていました。 えー、この芝居の中で本当にあの鈴木お平さんが演じてくださるエクトールが戦争に疲れそれで戦いを拒絶しようとしながらあのそれでも戦いに追い込まれていく、まあ、この姿に二郎ンが作者自らの多分思いや姿を重ねていったんじゃないかなと思っています。 世界から戦争がなくなることがない残念ながらその状況そしてその人間のだからあの愚かさを重ねてきた歴史を描き出していてそれから今現在、えー、非常に、えー、不幸ながらその脅威を感じる時代でもあります、えー、今こそこの作品が強い力で訴えてくるんじゃないかなと思っています、えー、演出には、えー、栗山民氏 もちろんあのギリシャ劇にも非常に造詣が深くていらっしゃいますしそれから日本の第一線を走る演出家として人間と戦争そして時代戦争と平和そういったテーマにいつも深く深い洞察力とスケール感の大きな世界観で舞台を作り上げてくださっています。 そして今回台本は岩切章一郎さんにお願いいたしました。新翻訳でございます。岩切さんは2011年の五度を待ちながら、14年のアルトナの遊兵舎新国立劇場でも非常にお馴染みの素晴らしい翻訳家でいらっしゃいます。岩切さんの新しい翻訳によって非常にあの生き生きと自然な劇言語に生まれ変わったんじゃないかなと思っております。 そしてあの今日並んでいらっしゃる素晴らしいキャストの皆様にご参加をいただくことができ、本当に大変嬉しく私自身もとても楽しみにしております。あの、20周年にふさわしい骨太で現代性のある作品になると信じております。どうぞよろしくお願いいたします。